こんにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムやっていきましょう。現在地はゾラー大地眺望台です。メインチャレンジの竜の涙の調査後半になります。前半はパート19でまとめてあります。今回は後半のパート20、ゾラー大地の眺望台からスタートして、まだ見ていない後半の竜の涙の映像を見に行こうと思います。後半一番最初の竜の涙の地上絵はゾラー大地から飛んで、今いるところがここなんですが、位置はこっちです。右側の海岸線あたりに向かっていきます。ということで、海岸線の方を見るとちょうどパラセールの先の方にマカタマの形の地上絵が見えると思います。今回はそこに向かっていきます。私の場合はマスターソードの入手をストーリーを進めていって入手したという形なんですが、今作は序盤でもマスターソードが入手できるようになっています。序盤で入手する時の方法としては、インパの地上絵をクリアして、その後追加される竜の涙というクエストを受けてから、竜の涙は各地にあるものをすべて触りに行ってマスターソードを入手するという感じになります。でその際になんですが、今みたいにパラセール多分必要になると思いますので、先にプルアさんに会いに行ってパラセールを入手してから回った方が早いと思います。また今チューリ君の能力を使って飛んでいるんですが、ストーリーのメインチャレンジにある風の神殿リト村のチューリをクリアすると、風の神殿を突破した後チューリの能力が使えるようになりますので、これがあると結構楽に回れるんじゃないかなと思います。また頑張りゲージに関してはマスターソードを抜くときに二重になってないとマスターソードを抜けなくなっていますので、頑張りゲージを女神層に祝福を渡して増やしておく必要があるので気をつけてください。頑張りゲージの場合は確か祝福の光20個は必要だったと思いますので、頑張りゲージを上げるために祠チャレンジのクリアも必要になっています。序盤で入手するときは結構必要なものも多いし、後半もそうなんですけど、ハイラルの大地回って地上へ触るのも結構時間がかかるんですよね。そっちではやってなかったんですが、かなり時間はかかりますけど、序盤からマスターソードが入手できるっていうのも今作すごくいいところだなと個人的には思います。また上空から地上絵を探すときに、ちょうどいいので今みたいに眺望台も開放しておくと、ついでに移動も楽になるのでおすすめです。そしてまだ見えない状態にはなっていますが、竜の涙が地上絵のどこにあるかというところなんですが、地上絵の中で白く塗りつぶされている涙のマークのところが1箇所あるので、そこになります。今で言うと左手側、地上絵の左側にちょうど白く塗りつぶされているところが岩の上に見えると思います。あそこが竜の涙の水たまりがあるところです。こんな感じでちょっと近づいて上空から探すと、どこに竜の涙が見れる位置があるのかっていうのも探せるので、探しながら行くのが結構おすすめかなと個人的には思ってます。それでは触りに行きましょう。ダウル殿、先ほど伝令が、ゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。
これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。分かっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王はそなた一人で止められるものではありません。しかしそなたは一人ではない。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ、そしてもちろん私もここにいる。皆に見せたいものがある。皆の力を私に貸してくれ。すごい、秘跡を授かるところでしたね。賢者の誓い解放終わりました。まあ、次です。次が13だと思います。場所はポプラーコーチの諜報台です。移動します。はい、到着しました。西ハテールポプラーコーチ諜報台です。ここの近くにある地上絵は上に上がって、で、辺りを見渡すと、はい、ありましたね。少し大きめな湖、ハイリア湖があると思うんですが、そちらにあります。で、ちょっと遠目になるので、途中降りてから移動した方がいいです。移動する際には、右ではなく左側周りにしてください。なんでかっていうと、左側に竜の涙の水たまりがあるので、こちらからの方が近いです。はい、この辺ですね。ありました。
ゼルダか。ラウル様、明日の魔王との決戦の前にお伝えしておきたいことがあります。私がこの時代に来たきっかけは、地下で眠っていた男でした。それで？秘跡により変貌したガノンドロフの姿を見たとき、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男はついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。明日の戦い、残る全軍による決戦で魔王ガノンドロフを倒すことはできません。そしてラル様、それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも、私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭してもな。ラウル様、もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来。今はここにいてくれる。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私が来た意味。王の務め。続いて地図上でいうと北の真ん中あたりにあるドイブラン遺跡眺望台、ここに向かいます。竜の涙の記憶でいうと14になるものがストーリー途中で見れるので、今回は先に確認します。封印戦争。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知と共に天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて、私の弟ラウルはゾナウの術を持って民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は
襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私はその猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラウルは、最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。など持たぬ覚悟。ラウル様！我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を撃つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。はい、これがストーリー途中で見れた封印戦争です。次に向かうのは15になります。場所は眺望台から出て、はい、正面に見えている剣、剣のマークのところです。これがハイラルの大地にある地上絵の最後の一つになります。それでは向かいましょう。剣のマークの竜の涙の位置は塚の左側になってます。
はできたけれど。リンク、このままではあなたでも勝てない。リンクは無事なのですね。あなたは復活するために時を越えて私のもとへ。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。私を探して。最後の地上絵はこれでした。追加された。マキューズ半島。ちょうど近くの祠空いてるのでここに移動します。祠空の名前はゲミミカの祠空ですね。アッカレ海にあるところなんですが、なんだろう、あ、ありました、祠のちょうど目の前ですね。Thank you.
時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。秘石を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。竜の涙コンプリートです。ここまで見終わって竜の涙をコンプリートすることで、序盤でもマスターソードの入手ができるという感じになっているみたいです。私の場合はストーリーの中盤から終盤なのかな、途中での入手になったんですが、とりあえずですけど、その最後の追加になったものに関しては竜の涙っていう形でエピソードとしての追加がありました。
竜の涙はコンプリートしたんですが、一応ですね、インパさんのところに戻ります。地上への調査は進んでおるか。ゼルダ様が竜となりし際に流された涙が竜の涙の正体であったか。そして地上絵とはその竜の涙に触れ、そなた同様に映像を見た古代のモロらが描いた絵、昔の者たちはそういうものを感じ取れる感覚が今よりずっと秀でていたのであろう。そうか、そうであったか。そなたが全てを見たという竜の記憶が誠であれば、白竜となったゼルダ様はもう人のお姿には戻れぬということじゃ。なんというゼルダ様、何か何とかして元に戻す術はないものか。かかりこ村に戻る古い文献を再度調べてみようと思う。ゼルダ様のために我々ができる精一杯のことだ。ということで、一応これで終わりという感じになります。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!